はい、石川です。今日はですね、植物を薬とするみたいな話をしたいわけなんですが、えー、何時の食事を薬とし、何時の薬は食事とせよ。まあ、この言葉ですね、 え、医学の父と呼ばれるヒポクラテスの言葉なんですね。まあヒポクラテスって誰ですかというとギリシャ時代の医者なわけなんですけども、この言葉が言われたのはね、もう何千年の前なんですけども、健康的な食事の重要性と、それからまあ食品に含まれる栄養素っていうのが、もういかにですね、人間の体の治癒力を呼び起こすか、それから病気を治す効果があるかってことをですね、物語っているわけです。で、食品の中にはですね、その病気の予防とかですね、病気を治療するのに役立つ成分とかがたくさん含まれてですね。 えー、そして今日はその例として、まあ、トマトとかジャガイモにですね、まあ、抗がん剤の成分が含まれているよということをお伝えしたわけです。 まあ、癌の治療に関してはですね、これまで例えば遺伝子の変異であったりだとか、それから癌の増殖のメカニズムっていうところをいかにこうブロックしていくかっていうところをですね、まあそういった薬を開発するっていうのがまあ研究の中心になっていますし、今でもそうされてるんですね。ただその癌の増殖のメカニズムっていうのは一箇所ではないわけです。まあ何箇所も何箇所も、まあ無数にですね、増殖のメカニズムがあるので、まあどこをブロックしたらいいのか、どこをブロックするのが一番有効なのかっていうのが、まあすぐにはわかんないわけですね。まあなるべく良さそうなところを選んでやるんですけども、結果的にはそこをですね、 すり抜けて増えていくのがんもあるんでこれらの,その治療薬の数に比べて増殖のメカニズムがたくさんあるんで全然追いつかないわけです。 まあ、薬っていうのは基本的に一箇所のブロックしかできないので、たくさんあるわけです。結局、最終的には負けてしまうわけなんですね。ですけれども、この自然の食品というのは不思議なことに、その癌の増殖に関してのそのメカニズムをですね、複数の場所でブロックしてくれるっていう作用があるっていうことが分かっています。まあ、これだけ考えてもですね、いかにこう食品から得られるものをまあ利用するかってことが有効なんじゃないかなってことが分かると思うんですけれども、まあ、このようなですね、癌を増殖する成分の一つに、まあ、糖アルカロイドってものがあるんですね。まあ糖アルカロイ アーって何かっていうとナス科の植物に含まれているいわゆる毒植物毒の一つだけです代表的なものはじジャガイモに含まれているのはソラニンとかいう成分ですねジャガイモの目に毒があるよっていうのは皆さん知ってると思うんですけどもそこに含まれているのがソラニンですねそれをたくさん食べてしまうと胃腸炎を起こしたりだとか下痢を起こしたりだとかするわけなんですけどもそういった成分っていうのは植物にとっては毒なんですけども害虫をやっつけるために必要な成分だったりするわけです えー、成分というのは、まあ、植物にです、ね、少なからず少しずつこう含まれているわけなんですねだから、まあ、ジャガイモの芽を取ってもです、ね、ジャガイモの中にはいく、まあ、分かはこう含まれている成分なわけです。 あとはそのジャガイモの、まあ、ソラニンという成分はですね、もともとはトマトのですね、トマチンという成分から分化してできたものだと言われているように、まあ、トマトとかジャガイモの中にはですね、このトーアルカロイドというものがたくさん含まれているわけなんですね。で実際このトーアルカロイドというものが、そのポーランドの研究者の報告してくれた報告によるとですね、実はがんをやっつける効果があるよということが分かったということなんですね。 で、この、ま、世界中ですね、科学者っていうのが先ほど言ったようにですね、抗がん剤の成分を見つけようとして焼きになっているわけですね。まあ、薬を開発するのもそうですし、まあ、植物からその有効な成分を探そうということもですね、どん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 こう行われているわけです。え実際、植物の毒っていうものに関しては、これまでですね、 人にとっての薬となって使われているものでたくさんあるんですね。その代表的なものはまあ抗生物質ですけれども、抗生物質はですね、まあ、菌類の出す、まあ、毒からまあ発見されているわけですし、あとはですね、実際植物から得られている抗がん剤ですね、まあ、タキソールってものがあるんですけれども、このタキソールというのは1960年代にね、まあ、一位の樹皮から発見された化合物なんですが、今ではですね、まあ、乳がんとか卵巣がんとか、まあ、胃がんとかね、そういったものに対しての代表的な抗がん剤になっているわけなんですね。 で、このトーアルカロイドの、まあ、成分というのはですね、癌を、えー、強力的にこうブロックしてくれると。それから、癌、えー、細胞をですね、自殺ですね、自殺、えー。死亡させるっていうことに誘導するメカニズムを持っていると。なので、まあ、複数の場所で,ですね、癌を、まあ、死滅させていく効果っていうのがあるってことなんですね。先ほどのですね、トマトのトマチンであったりだとか、ジャガイモのソラニンとかチャコニンっていうこういった成分はですね、えーまあ、複数の場所で癌を増殖を抑制するということなので、まあ、結果的にはですね、 まあ、がん細胞っていうのが、まあ、どんな形でこう抑制されてるか、正確な意味では多分分かんないと思うんですけれども、そういったものを取っておくことによって、がんの増殖をですね、抑える効果っていうのが期待できるってことなんですね。当然ですね、まあ、これは植物毒なので、そればっかり食べるってことは、まあ、難しいわけです。なので、えー、いろんな食品から少しずつ少しずつこうね、あの、まあ、取っていくってことが大事になる。トマトから取るのも大事、じゃがいもから取るのも大事ですし、あとは例えば、ウコンとかね、成分も当然、がんを抑制する効果があるんで、そういったものを少量取ることも大事 ですしあと、くるみにもです、ねえー、がんを抑制する効果があったりブロッコリーにもがんを抑制する効果があったり、まあ、そういったですねものを少しずつ少しずつこう体に入れていくことによって、まあ、トータルですね、まあ、がんを抑制していくということを食品からがんを抑制していくということを、ね、考えるのが一番いいのかなという,ふうに思います。まあ、実際 えー、まあ、興味深いね、あの、研究っていうのは、いくつもいくつも出てくるんですけども、ただですね、まあ、今日のようにね、その、ナスとか、ジャガイモとか、トマトとか、そういったものに含まれている、糖アルカロイドがね、癌を抑制するからといって、そのサプリメントがすぐすぐね、まあ、人の体にとって役に立つものになるかどうかわかんないですね。実際、そのカロテンっていうものが、昔はですね、癌を抑制する効果があるんじゃないかということで、実際にサプリメントを取ってみたところですね、逆に、こう、別のがんですね、肺がんが増えてしまったりなんてこともあったわけなんで、まあ、サプリメント としてその食品に含まれている成分を取るということはやはりモロハの剣だったりするんですねまあ、一番安全な方法はやっぱり食品から取るということになるのでまあ、いろんな食品をですねまあいろんな形でまあ摂取するまあ、いろんな色の食品をですねまあ、いろんなタイミングで取るということをですね心がけるようにすることが実は何時の食事を薬とするということに繋がってくるというふうに思いますえ今日の新薬に,に立ったよという方は高評価のボタンをお願いしますチャンネルのフォローもよろしくお願いします